木賀関所主要街道と木賀関所の位置木賀関所と,は 17, 石石と石は17世紀初めに江戸幕府が本坂2の木賀に設置した関所である。東海道の新居関所の裏番所として本坂2の往来を監視した。木賀関所は17世紀初めに江戸幕府が本坂2の木賀に設置した関所である。東海道の新居関所の裏番所として本坂2の往来を監視した。 はたもとの木が近藤氏が石書を管理し、石書手形により、入り鉄砲に、出女を取り締まり、周辺の用外村や新居石書、金沢市の番書と共同で、浜名古城の通行や横越しを監視した。木が石書は、全国53カ所に設置された石書のうちで、東海道の新居の石書と同じく重要な石書と位置づけられ、近世石書は入り鉄砲に、 で女を改めるために設置され、入り鉄砲の通関には、老中消門が必要であり、木ヶ関所の監視は、東海道の本堂の新居関所と同様に、厳格だったとされ、領主でも通過する際には手形を必要とした。教法十五年におかげ参りが流行した時には、宮古田村では、女中たちの抜け参りが多かったため、木ヶ関所の命令を受けて、見張り人を街道に沿う、村の山へ、 毎日出したが、それでも抜け参りは絶えなかったとされる。明治2年に廃止された。1966年に、細江町教育委員会により、木賀関所跡の本番所が、細江町指定文化財と指定された。2014年、木賀関所跡は本番所の関屋の一部のみが残存している。1990年に、細江町により別地に観光施設、木賀関所が復元されている。 木賀関書石書の設置時期については、斉藤家文書により、慶長6年に江戸幕府が東海道宿駅の制が定めた時に設置されたとする説が一般的とされているが、木賀の白井家文書により、慶長地震よりも後の慶長17年に設置されたとする説、慶安2年の木賀関書かやぶきご修復の書き付けにより、 慶長から厳な元年の間に設置されたとする説もある。また浜松市では設置年代不明としている。教法15年におかげ参りが流行した時には、宮古田村では女中たちの抜け参りが多かったため、木ヶ関所の命令を受けて、見張り人を街道に沿う村の山へ毎日出したが、それでも抜け参りは絶えなかったとされる。木ヶ関所ではおかげ参りの流行中には、 石書破りをほとんど目認し、おかげまりが下火になってから、おかげまりの人々の石書破りに加担したとして、周辺の村々に対し、叱りなどの軽い処罰を下していたが、これは表面的な措置であり、おかげまりの大規模な石書破りに対して、石書はほとんどお手上げ状態だったとされている。明治2年の石書廃止令により、木餓石書も閉鎖された。 木賀の犬くぐり木賀関所は全国53カ所に設置された関所のうちで、東海道の新居の関所と同じく重要な関所と位置づけられていた。関所は木賀塾の東の入り口に置かれた。木賀は町の北側に標高100メートル以上の山地、丘陵地があり、南は浜名湖、東は飯谷川、戸田川に挟まれた溶害の町になっており、石所の東門から、 宿場の南に沿って溶害堀が掘られていて、容易に抜け出ることができないようになっていた。江戸時代の戸田川には橋がかかっておらず、街道を往来する人々は、渡し船で通行した。町並みは、東西600メートルほどにわたっており、町の西側の入り口には、木戸があり、真姿が石垣で作られていた。町の西のはずれは、棒花と呼ばれていた。 本坂通を挟んで北に本番所、南に交番所と2層の暴露があった。木ヶ関所は、自動で乱暴旗本として知られた、近藤登之助と同族の旗本、木ヶ近藤氏が管理し、関所番として本坂越えをする通行人を監視した。木ヶ近藤家は、元和5年から明治維新まで12代にわたり、関所を管理した。役人は、 番頭二人、平番五人が交代で勤務し、他に、カバン一人、足軽に三人がいた。関所の周辺の村は、要害村に指定され、関所破りを防ぐため、浜名湖を船で渡ったり、山中を通り抜けようとする者がいないかの監視を命じられていた。木ヶ関所の周辺では、西海辺14、本堂8、山道28、東海辺18河村の、 六6 8家村が、要害村に指定されていた。要害村では、旅行者を一番止めてもいいが、二泊する者がいたら、報告せよ、手形を持たない女や鉄砲を見つけたら、その場に止めおいて通報すれば、褒美を与える、船に旅人を乗せてはならないなどの命令が出されていた。木ヶ関所は、今切れ関所と連携して、浜名湖を渡る船を来たと、南から監視し、 滝木船、漁船、海外船、関所へ届け出済みの二船、地元の田畑へ向かう工作船以外の船の通行を許さなかった。また、金指の番所と連携して両関所間の参道を抜けようとする横腰を取り締まった。木賀関所の監視は、東海道の本堂の新居関所と同様に厳格だったとされ、両主でも通過する際には手形を必要とした。 近世石書は入り鉄砲に手女を改めるために設置され、入り鉄砲の通関には老中将門が必要だった。木が石書でも江戸へ入る下り鉄砲一丁でも老中将門を必要とした。石書の通関には石書手形が必要で、男性の場合は領主や商屋が商人になれば手形の発行を受けられたが、女性に対しては厳格だった。 石書を超えて嫁入りした時に、両方の村の省や組柱、組頭、商人の印鑑を要し、女性一人の通行に十人の署名を必要とした記録がある。幕府が本佐古市への通行を禁止して、東海道の通行人を増やそうとする政策を取った際には、他の石書ではゴルス教発行の女手形があれば、通行できたが、騎願の石書では、老中発行の女手形がなければ、 通行を許さなかった。気が関所では、旅人の通過を厳格に監視していたが、地元の女性の里帰りなどの際には、昭屋の手形で通行でき、関書の外の田畑へ工作に行くときには、手形の代わりに、柵フ札という木の札を昭屋から借りて、関所を通行できるようにするなどの弁法が図られた。夜間の通行は、基本的に禁止され、 特に1651年の慶安の変の後、幕府は、箱根、新居、飢餓の三つの石書に対して、上司及び、継ぎ美客の他は、夜間には、一切通してはならないと命じて、厳格に取り締まったが、石書の近隣住民の往来の利便を図るために、石書の裏通りにくぐり戸を設けて、むしろを垂らし、犬のように張って通ることができるようにしていたと言われ、飢餓の犬くぐりとして知られている。 関所北川の清水地区から西木戸の棒花の近くまで抜けることができたと見られている。幕末には関所近辺の住民に金銭を渡して関所破りの先導役を依頼する女性も現れるようになり、安政2年には村上派の清川八郎が出羽国にいた母と共に西国を旅した岐路、今切れ関所を避けて本坂2を通り、 三日日で先導に金銭を支払ってくれ松村へ渡り、木賀の関所を破っている。木賀石市木賀関書の関屋は、設置から100年ほど経ってから、屋根が茅吹きから瓦吹きに吹き替えられた他は、施設の規模と構造はほぼそのまま、明治時代まで残り、本番所は関所の廃止後も1960年まで現存し、全国でも最古の関屋とされていたが、その後解体され、 一部は民家の屋根と柱として残るのみとなっている。1966年に細江町教育委員会により、木ヶ関書跡の本番書の一部分が細江町指定文化財と指定された。1990年に細江町は、ふるさと創生事業として、江戸時代の文書や残存していた本番書の一部を参考にして木ヶ関書を復元した。2014年現在、 石書内の展示棟で資料の展示が行われている。復元された木が関書は、江戸時代に木が関書があった場所よりも西の奥浜名古田園空間博物館総合案内所近くに立地している。2011年10月、復元された木が関書では、石書祭りが開催されており、籠かきや手形改めの再現が行われていた。二千十一年、 道卓と姫街道の資料館近くに犬くぐりが設けられている。ありがとうございます。